MGP バンクーバーオフィスのみちこです。ケイタです。この僕らがいるバンクーバーってご存知の方もいるかもしれないんですけど、別名ハリウッドノースって呼ばれていて、うん、映画の制作だったり、うん、ドラマの制作だったりにすごく使われている場所なんですよね、はい、多分なんかもうシティとしてそういうなんか仕組み的に優遇措置みたいなのを確か取ってるんですよね、うん、そのプロダクションに対して、うん、っていうのもあって、うん、ハリウッドの映画とかが実はバンクーバーで撮られていて、うん、でも放送するときにはそれはアメリカの街並みっていうことにして、うん、放送されてるっていうのがめちゃくちゃあるじゃないですか、うん、っていうことでちょっと今回は僕らの今まで見てきた、うん、そのバンクーバー制作のドラマだったり映画だったりっていうのをちょっとお互い発表していきたいなと、うん、はい思っております。うんうん、はい。今見てるのは、はい、将軍っていうやつ。はい。僕もそれ今日言おうと思ってました。あ、本当？はい。今ディズニープラスに一時的に加入してて、はいはいはい、それで見てるんですけど。え、もう全部見終わりました？まだ。あ、じゃあ何も言わない方がいいですね。うん、なんか週末しか見てないから、進みが遅い。はい、うん。で、でもそれは私の友達の子供が出てるとか。あ、そうなんですか、うん、で、私の知り合いの人がこの掛け軸の習字を書いて。あ、じゃあそんなんまで含めてちゃんとこっちの人でやってるってことですね。そうかな。全部が全部じゃないかもしれないけど、うんうん、この人の部屋の掛け軸は。で、その知り合いの子供っていうのはちゃんと役として出てるんですか？エキストラとかじゃなくて。セリフはなかったんだけども、その結構大きく。名前が出た。いやーすごいですね、うん、後で教えてください、ね、うんうんうん、そう、あれ撮影の時期から結構噂にはなってましたよ ね、でも2年ぐらい前のね。そう、結構前ですよね。そう最近は、ね、放映が始まったって感じでね、すごい時間かかるんだなと思いました。もうなんかすっかり忘れてて、うん、なんなら最初そこ一致してなかったですもん、うんうん、真田広之たちがここいたなっていうのと、うん、あ、将軍話題だなっていうのが、うん、結構見始めてしばらくしてから、あ、そういえばこれがこれかってなりました、うんうんうん、あれはポートムーディっていう国家近い土地と、はい、あとはバンクーバーアイランドの、はい、そうですよね、どっかユキューレットだっけ、全然そこら辺詳しくわかんないですけど、ロングビーチら辺のあっちのらしいですね、とこで撮ったらしい、はい、ね、でもなんかそれを踏まえてみると確かにあの森のシーンとかもう全部カナダって感じですよね。めっちゃカナダ、むしろあんなきあの時代の日本に生えてたのかっていう、はい感じですよね、うんうんうん、そこはもうすごいカナダですね、うん、エキストラの募集もだからあの時めっちゃしてますよね、うん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 、日本人の、いや、その名前が出た子はちゃんとオーディションも受けて、すごい、で、希望の役にはならなかったんだけれども別の役をもらったって感じだった。すごいですね、うんうんうん、で将軍今めちゃくちゃ話題になってますよね。ここら辺の界隈でじゃないの？日本でも？いや、あ、日本はどうかわかんないですけど、うん、アメリカとかで、あ、本当、ずっと1位だったり、ロレントメイローズっていうレビューサイトであれずっと 99% とか、うん、あ、本当、あれってなんか 70% いったらもう良作みたいな扱いですよね、が 99% で真っ赤じゃん。そうだからもうすごい評価されてて不思議ですけどすごい、でも みんな日本語で喋る、そうそうそう、それがすごいなと思って、うん、なんかもう正直日本人が見てもちょっと難しいところとかあるじゃないですか、うん、これ外国人が見てそんなに評価してくれるんだっていうのが意外でしたけど、うんうん、でもめっちゃ面白いですよ、うんうん、今まだね6話ラナワ目、あー、でももういいとこ行ってますね、うんうん、で10で終わるの？10で終わります。ピンって終わる。あ、まあ一応切りのいい終わり方ではありますけど、うん、でもまあなんかちょっと見る人が見たら、うん、あ、これで終わりなんだみたいになるかもしれないけど、うん、でも原作の本があるからね。そうですよね。にある程度だと思います。で、なんか結構それこそ YouTube とか見てると、うん、あの、なぜあの終わり方がパーフェクトだったかみたいなのを解説してる動画とかもいっぱいあって、僕そういうのも見まくったんですけど、まああれで終わりでいいんだなって僕は思ってます。他なんかありますか？他はね、すっごい前だけど、ミッションインポッシブルのゴーストプロトコルってやつだったっけな、うん、僕それ知りませんでした。バンクーバーで撮ったものがあるって。あ、本当？前編バンクーバーではなかったはずだけど、撮影が、まあ、そういうのも多いですよね、うん、そこのあのコンベンションセンターの、はい、この大きい地球儀浮いてるやつ、おー、ありますね、はい、あれも映ったり、グランビルアイランドとかも映ったのかな、あー、すごい、うんうん、とかね、それは見た。面白かったですか？うん覚えてる。まあでもなんかやっぱこう見てて、あ、ここ知ってる風景だって、嬉しい嬉しい、はい、うん、それはあるから、そう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 、うんうん、それはでかい気がします、うん、もうそのめちゃくちゃバンクーバー感じゃんで言うと、うん、ちょっと知らない人の方が多いかもしれないんですけど、うん、インポスターズっていうドラマがあって、全部で2シーズンあるドラマなんですけど、そのシーズン1がもうどこもかしこもバンクーバーなんですよ。で、しかも本当にこのオフィスの目の前のグランビルストリートとかめちゃくちゃ映るんですよ、うんうんうん、だから絶対
ション上がると思います。とかガスタウン のスチームクロックが映ってたりとかして、うんうんうん、もう何もかもバンクーバーなんですけど、一応設定上ではアメリカ各地を転々としてるっていう設定なんですよ。だからここ徒歩5分なのに、うんうん、なんか3日かけて移動したことになってたりとか、うん、っていうのが分かるんで見てて、うん、ぜひ見てほしい。ネットフリックス何ネットフリで見れます。で日本だと Hulu とかにあるらしいです。あ、うん、インポスターズ、インポスターズ、うん、ストーリーとしても普通に面白かったので、うん、ぜひ見てほしいですね。うん、他で見てないけどデッドプールはライアン・レイノルズって主役の人が、はいはいはい、来た時に話題になってた。いや僕実は見たことあるんですよね、その撮影シーン。あー本当、はい、うんうんうん、僕が多分当時ダウンタウンに住んでた頃とかにロケやってて、あ、だからあの帰り道で見ました。ライアン・レイノルズ、ライアン・レイノルズは見てないですけど、あのもうスーツ着た姿でこんなやってるところを見ました。へ、うん、映画は見てないんですけど、私も見てない。あと僕つい最近本当先週ぐらいに一気見し終わったのが、うん、サイトアンシーンっていう違うの今年放送のドラマなんですけど、うん、これも思いっきりバンクーバーなんで、もう見ててあここここってなるんですよ。でしかもこれは珍しく、うん、もう本当にバンクーバーが舞台ってもう言っちゃってる作品なんで、なんか普通にバラードブリッジがどうのこうのとか、あ言ってんの、そうそう、ワードが出てきてめっちゃ面白いです。あのバンクーバー在住者として見るとじゃなかったらじゃなく見ても面白いと思う、うん、まあ、僕は好きです、そのミステリーが好きなんで、うん、ミステリー系のディテクティブが主役の作品なので、もう僕そういうのばっかり見てるんで、好きな人は好きだと思います。そうカナダにいたらクレイブで見れるけど、うん、日本だともしかしたらまだ全然どこでも見れないかもしれない、うんうんうん、あとこれも有名系で言うと、うん、ドラマですけど、うん、リバーデイル、リバーデイル、リバーデイルっていうネットフリのドラマで、うん、あのアーチーっていう絵本、うん、コミックあるじゃないですか、うん、あれをベースにしたネットフリのドラマなんですけど、うん、は全編バンクーバーで撮ってるんで、だからあのそこのキツラノのセカンダリースクールで、うん、がそのアーチーたちが通ってる学校っていう設定で、そこで撮影してたりとか、彼らのたまり場になってるダイナーみたいなやつが実際どっかにあったりとか、っていう感じらしいんですよね。なんか僕その作品を見ながら、あここここじゃんみたいなのは正直なかったんですけど、面白いは面白い、面白いは面白いんですけど、なんかもうシーズンが結構あって5、6シーズンぐらいあるんですよ。で僕は3、4ぐらいで断念しました。シーズン1が一番面白かったです。すっごい古いとジュマンジとかさ、おお見ましたよ。一番あれだよ、ロビン・ウィリアムズ、はい、そっち見ました。本当、はい、アレスタンレーパークとか、あ知らなかった、へえ、うんうん、恐ろしく古いけどね。あそうそうですね。あとだから名作系有名なので言うと、うん、これも古い映画ですけど、うん、ハッピー・ギルモア、おっていう、あアダム・サンドラ、アダム・サンドラのゴルフの映画、見たよ私、映画館って見た。あ本当ですか、すごい前。あれそうです、バンクーバーちょっと郊外ですけど、この周辺撮影なので、で言われてから僕見たんで、うんうんうん、なんか確かにあの住宅街の家の感じとか、うん、めっちゃバンクーバーでした。何にも思わなかった気がするけど、そうか、はい、そう僕アダムサンドラ大好きなんで、そうそうそう、ちょっと嬉しいですよね、そういうの、うん、だめっちゃめっちゃ古いので言うと、はい、X ファイルとか、あ知ってはいます、見たことないけど、あれバンクーバーでやってたんですか。そうみたい。あすごいですね、うん、だそこがやっぱ昔から使われてたんですね、バンクーバーって、うんうん、なんかその頃はアメリカで撮るよりも安く撮れるからみたいなって聞いてたんだけど、はいはい、なるほど、うん、なるほど。あとなんかそのバンクーバー制作ってわけじゃないけど、うん、なんていうのかな、ドラマの中のキャラクターがアクター役のキャラクターの時に、うん、なんか明日からバンクーバーに1週間撮影に行くんだみたいなセリフとかちょくちょく出てきたりするんで、うん、やっぱその撮影場所としてバンクーバーってもう定着してるんだなっていう、うん、もうその認識自体がって感じることも結構あったりしますね。うん、本当にその周りでも映画関係の仕事についてる人とか、あそうそうそう、います、それもそうですよね、大道具さんだったり、はい、私の友達はあのなんだっけ、コンセプトディレクター、こんな感じにするって監督に言われたらそれ書く、はいはい、あすごいですね、うん、僕もなんか知り合いで一人そのあなんていうんですか、なんかロケ地を抑える人だったのかな、なんかそんな感じの話聞いて、あバンクーバーっぽいなって思ったことあります。あとなんか編集者系、デジタルの、はい、その CG 系の人とかもいっぱいいますもんね、うんうんうん、スタジオもいっぱいあって、うんうんうん、すっごいロケっていうか撮影は、ね、いますよね。だからあとケータリングのトラックがあったりとか、あはい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 、うんうん、なんかこの辺でロケをしますみたいになると、うん、このオフィスのビルのドアのところとかに、うん、そのなんかノーティスみたいな紙を貼ってあったこととか結構ありましたよね、うんうんうん、なんか何月何日のこの時間にこの前の道で撮影するから、うんうん、なんか多分一般車両ブロックするみたいなのが
掲げられてたりすると、うん、あそうなんだってなったりしますよね、うん、あとダウンタウン の, そのアリーがちょっとこうやって見たらチャイナタウンになってたりとか、あーへーセットで、あそれで食わしたことないです。あ本当ピッて見たらなってる、へー、うん、あそれテンション上がりますね、うん、であとバーナビーのデアレイクのパークもすっごい使ってるから、はい、あものすごい時々すごいセットがわーってできて、セントラルパークもそうですね、あめちゃくちゃいますクルーが、はい、うん、でもなんかそういう出くわすことって結構あるけど、うん、あれで出くわしただけじゃ何の作品撮ってるのか分かんないじゃないですか、うん、それ悲しいですよね、うんうんうん、せっかくならそれ見たいのに、うん、なんか一回スタッフに聞いてみたことはある、あ本当ですか、ディズニーのなんかだよみたいなのを言われて、あ教えてくれるんですね、うん、いやもうそこもあんまり情報をね言えないでしょ、多分きっとね、うん、まあバンクーバーいる人が多分一番楽しめますけど、まあ、バンクーバーいたことある人とか来たことある人とかは、うんうんうん、そういう作品見るときっとテンション上がると思うので、ね、またそういう視点でぜひ見てみてほしいと思います、うん、はい、はい、じゃあそんなところですかね、はい、はい、じゃあさよなら。